すごいですよ。でなんともちろん自作の曲ですよ、はい、自作の曲をですね、その場で今日は演奏していただくことになっておりますので、はい、そちらの方もぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあそれでは続いてのコーナー参りましょう。はい、重田千里とコツのこれだけは言わせて、はい、かぶってきましたよ、かぶってきましたよ、かぶってきましたよ。今日2人バージョン、そう、2人バージョンですよ、2人バージョン、実はこのお二人ですね、いろいろね、仲がよろしくてですね、うん、あだ名は何でしたっけ、ゆうくんちーちゃん、ゆうくんちーちゃんです、ゆうくんちーちゃんと呼び合う中でなんですが、うんうん、そうそうそう、なんとね、畑中さんの幼馴染がちーちゃんです、そしてそして、しげたさんの弟がゆうくん、なんと奇跡のコラボレーションすごいです。まあそんなこともあってですね、息もぴったりちーちゃん、ゆうくんですよ、恥ずかしいですね、弟のこと言う、恥ずかしいですね、わかるわかる、うん、ね、ちなみに僕の弟はドラマーなんですけども、うん、僕の弟は大船の飲み屋で店長しますから、ね、空海っていうお店の空海、見てね見てね、ね、すいません急にね、ゆうくん見てる、あ、ゆうくんね、はい、さあ、すいませんですよ、空海行ってください、空海行ってください、空海行く行く行く、ぜひぜひぜひ行ってみてください、さあ、それではですよ、こちら、一言言ってあげてください、そうですね、前回もお伝えしましたが、新堀テレビ開局の6月9日ロックの日に、なんとですね、ソーシャルストリームにて、まあ、先ほどのいっぱい挙げてくれてましたけども、うん、つぶやいていただいた方の中からなんと抽選で1名様に新堀テレビオリジナルのギターが当たっちゃいます。なんとギターが当たるんですよ。すごいですよ、これね、本物ですよ、本物、うん、本物本物、こういうおもちゃじゃないよ、ね、本物、演奏もできるの、ね、そう、すごい、アルトギターです、アルトギター、そうなんです、アルトギター、ね、プライムしか持ってない人、うん、朗報ですよ、朗報です、アルトギターもらえちゃいますからね、しかもそれをですよ、ニーボリギターし、あ、ニーボリ TBC 用に今ニーボリギターの工房で改造中でございます、世界に一つ、世界に一本、すげえ、そして現在、ね、現在はなんとヘッドの裏に蓋をつけてるところです。おーおー、あまりおーないんだもんねなんか静かですね、はい、ヘッドの裏に蓋をつけて、そこにもねロゴが入るようになってるんですよ。そう、前回ね、うん、工房にお邪魔しましたよね。そうなんです、実際にどうやって作られてるの、そうなんです、それがまあ大好評だったのでですね、はい、今回はその第2弾として、この工房見学の VTR をお届けしたいと思います。さあ、それでは、行っていただきましょう。ちーちゃんのこれだけは言わせて。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もうもっと言ってってもいいですか。あ、どうぞ。これ何ですかね。これも厚み決める、同じ感じ、はい、じゃあすごいやつですね。そうですね。あ、じゃあこれ同じか。じゃあこっちは、これもボール板穴開けるドリルですね。ドリル、はい、穴が開いちゃうんですか、これで。はい、開きますよもちろん開きますよ。開きますか、はい、どんな穴なんですか。ペグの穴とか。あ、ペグの穴とか。そうですね。あ、なるほど。開けるための溝をつける。まあ、あ、溝をつける、はい、それでいこうかな。あ、なるほど。このモザイクを、っていうかまずその前にですよ、モザイクってこんな穴なんですね。おー、すごい。板に設置する前のモザイクですよ、これ。イルカちゃんがいますよ、ドルフィンですよ。そうですね。これを要はそのボディに埋め込むための溝。そうです。これを上げることができると。はい、お願いします。はい、 あの幅がちょうどそのバッグの幅だと。おお、吹き込んでる、いろんな工程があるんだ。そうですね、やっぱり。これ何ですか。
これバフって言って、バフ車とかも塗装の後こういうので磨くんですけど、高回転して板も塗装に、うん、塗装をした後にこれで磨きをかけるとピカピカになるんですね。すっげえなー。そしてここ、ここすごいですよ。木材マニアにはもうたまらないよ多分。これがですよ、きっとギターになるための木材ですよね。全部そうですね。この辺はあれですかね、指板？指板ですね。これロズと、これは黒炭。黒炭だ、黒炭ですね。黒炭真っ黒。硬い木だ。硬い木ですよ。世界一硬い木。痛いですか？うん。痛い。すごいね、こういうのもあるし、あとこれなんすかね。これね、ブロック。ネックで言うとヒールの部分になったりするような。でこれになるとこういうのになったりするんですね。ああ、ここにこうつくわけですね、ネックね。マホガニ材。これマホガニ。あ、レスポール。レスポール重い。レスポール、レスポール。すげえ。そして、あ、力技ですね。あ、そうですね。うわ、これなんか触ったし。あ、大丈夫大丈夫ですか。あ、すごい、ある程度の形に。裏側ですね、あのギターの裏側についてるやつですよ、力技。ちょっと曲がってるでしょ。あ、カーブついてる。確かに、まっすぐじゃない、ね、これが裏板の R に。あ、膨らみをこれで作る。あ、なるほど。力技もギターによってその材質変わったりするんですか。ま、でもクラシックギターはだいたい裏はマホガニ、マホガニでネックと同じ材ですね。わお、すごいな。ボディ材もあるんですかね。ボディ材もあります。ボディ材はどの辺にあるんですかね。ローズ、ローズとサイドバックはここに。あ、サイドバック、はい、ローズとですね、はい、すげえ。この辺は、その辺が表面板です。表板、表板マツ、スプルース、スプルースマツですよ、ね。そしてこっちが杉。あ、杉の木だ、ね。うわ、あ、上にはあのギターの形したのがあるんですね、はい、もうこれは、はい、もう切ったらですね。そうですね、ある程度。すげえ。じゃあさっきのそう表面板である程度できた、できたやつですか。あ、これを厚みが一番鳴る厚みにしてますんで。これが鳴る厚みなんですね、はい。じゃあ決して厚ければいいっていうもんじゃない。全然違いますね。一番鳴る厚みに持ってくのが指向ギターの。きた、今の言葉聞きましたか。それの厚さに持ってくのが手工ギターなんだ。さすが。これ機械でできないよ、うん、だって一番鳴らずに機械わかんないもんね。そうですね、わかるの人間の耳ですよ、ですよね。作ってる人は米山さんがわかってるんです。すごいな、さすがです。感動した、うん。じゃあその音を聞かせて。あ、いいですか。ちょっとカメラに向かって。どんなカメラに向かって。はい、でこれ柔らかい、こんなに柔らかい木ですよね。杉の木、杉の木、表板ですね。ギャップですね。厚みが3ミリ弱、2ミリちょっとですね。届くかな。何これ、金属っぽい音が。すんげえ。行ってみてください。え、僕もですか。いいですか。はい、すんげえ音、うん、カンカンカンって感じ。出るのかな、その音。出ない。響かせるポイントがあるから。全然違う、全然違う。出られる、出られる。ここは、ここが塗装ブースですね。塗装ブースですね、はい。いやー、すごいな。ここでこう塗装をかけるわけですね。塗装をして、ここで吸って6階まで。あ、ここでその塗装のあれを吸うわけだ。そうですね、この奥にダクトがある。ダクトがあって、それが上に行くわけですね、はい。すごいな。で、ここが接着室ですね。接着室、基本的にニカワっていうもので接着するんですけど、はい、こんな感じの。見たことないです、ね。これがニカワ。これニカワ。ちょっと。え？これニカワっていう。何これ？なんかあれみたい。芳香剤みたいな。なんか別香みたいな。ああ、そうね。なんだこれ？ザラメだ。ザラメ。これを食べちゃいそう。無臭。これなんかコラーゲン食べても平気っていう話を聞いたことある。コラーゲンだって。コラーゲン。食べたい。食べてもいいっていう話は。食べても大丈夫なの。聞いたことありますけどね。冗談ですよ。でも本当に本当にすごい成分としては。まあだってね、あの有機物ですからね、言ってみれば。いいな、これ。これを60度のお湯で湯煎して、はい、で溶かして接
接触するんですけど、その時に部屋の温度も30度以上にはしとかなきゃいけないので、一応密閉して温度を上げて接着するためにわざわざ。じゃあ汗だくですかね。いやもう汗だく、そうですよね、夏は汗だく。大変だ、すごいな、こんななんだ、苦わって。うわありがとうございます。そしてこちらに行くとまた戻ってくると。ああ来ました、すごい。そしてここにあるのはニーボリティビのアルタギターの出来上がり、工程を経て出来上がるわけなんですよ。そんなこのアルタギター6月9日視聴者プレゼントですよ。プレゼント方法はその時お知らせしますから、皆さんとにかく6月9日1時ですね、1時ですよ、1時に、お昼1時、この1時にぜひチャンネルニーボリTVに合わせて、楽しみにしていてください。宇根山先生、杉山さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやすごいね、ギターの子ってほんとすごいよね。やっぱりで作曲とやっぱそういうギターをこう作る人っていうのはやっぱりね、あのやってる作業は違うんですけど、おそらくこう何かを生み出すっていう意味では非常に相通ずるものがね、おそらくあるんではないかなと思いますね。さあそれではそういったニーボリTV仕様のアルトギター、はいはい、6月9日ロックの日、ロックの日、はい、こちらプレゼントいたしますので、はい、ぜひお楽しみいただきたいと思います。さあそれでは続いてのコーナー参りましょうか。生演奏のコーナー、はい、本日はですよ、はい、もう貴重ですよ、超貴重超貴重、はい、片中さんにですね実際に自分で書いた曲を演奏していただこうと思います、はい、そしてこの演奏の、まあ、通常ですね前回も前々回も演奏のポイントを解説していただいたんですが、今回は、はい、作曲この曲ができるまでというタイトルで、彼にですねなんと紙芝居で紙芝居で、そのできるまでの工程をですね、解説していただきますので、はい、そちらも合わせてお楽しみいただければと思います。では畑中さんよろしくお願いいたします。 いやー楽しみだな。じゃあいいですか。じゃあそれでは畑中さんよろしくお願いしまーす。始まり始まり、はい、見えるかな。この曲ができるまで畑中雄大、5月27日これから旅行に行くとつぶやきがあったのです。トゥインクルのつぶやきでございます。このフェイスブックですね、今ソーシャルネットワークというんですか、これにつぶやきがあったのです。師匠田口先生、ひろみ先生、トゥインクルに行くとのこと。Facebook の文面からもワクワク感が伝わってきました。その頃僕は一人家で仕事、 Facebook から次々と伝わる楽しげな状況、野生の猿がいたり温泉に入るといたり、僕はどんどん気がめいってしまいました。どうして僕を旅行に連れて行ってくれなかったの、声をかけてくれなかったの、師匠寺田先生ということで、悲しみにあふれたこの曲、ぜひお聴きください。最初から最後まで終始一貫した哀愁を帯びた曲を作曲いたしました。タイトルは俺も旅行に行きたかったです
かギターめっちゃうまいじゃん。めっちゃうまいじゃんギター。だってほら紙芝居もなんか落ちてるしねこれね。あーダメダメ、あんま見ててダメだよね、一瞬だけでこれね。うわーすごいなー、いい曲、いい曲、すごいいい曲、すごい曲。これはなんかあれですか、情景をやっぱりこうもうその旅行に連れて行ってもらえなかった寂しさをもうラテンで乗り切る一人でギター弾いてて楽しいんだぞっていう、俺もこんな楽しいんだぜっていう、でもその裏側はすごく寂しい、寂しい、寂しいからこそのラテンだ、ラテンなんです。いやべ、ありがとうございました。ありがとうございます。おーい、途中でいや難しい、じゃあそう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 、ポロッとね、ポロッとポロッとそんなところもまたよし、すごいな。いさあさすが、そんな畑中さんから実は本日素敵なプレゼントを用意していただいているんですね、はい、これすごいですよ、ほんとすごいですよ、ほんとすごい、なんとですよ、先ほど今演奏しました曲、はい、これいいですか、タイトル俺も旅行に行きたかった直筆です、直筆の楽譜、これプレゼントします。すごいよこれ、ほんと直筆だからねこれ。しかも今日初演ですよね。あ、今日初演ですね、初演です、ね、もちろん初演です、うん、やった、うん、すごい、これ実際この楽譜を書いてる現場に僕は遭遇したんですけども、あ、普通に書いてましたこれ、ちなみにすごいよ、ちょっと味付けを今したんです、今しちゃう、お願いします、お願いします。こうさっき最後ここオクターブで1弦と3弦 で、はい、でスライドして、ええ、でジャッジャッて、ええ、細かい指定を今書いておりますね。こっちの方がこっちの方がいい、かっこよくないですね。すげー、自分の方がいまいち弾けなかったんですけど、ね、すんげーな。ここに何かアドリブで、アドリブでノックザボディ、ノックザボディNRM ですね、NRM を入れた方が良いと、ここでアドリブで、はい、アドリブで、はい、すんげー、はい、はい、直筆入りました、書き出されたやったー、はい、こちらはなんと本当いいんですかこれ、あげちゃって、はい、どうぞどうぞ、すげー世界に一枚ですよこれ、これをですね、なんとプレゼントしたいと思います。さあプレゼント方法はですよ、6月9日ロックの日、これと全く同じ方法で実は、行いたいと思います、うん、本日ですね、たくさんの方に実はソーシャルストリームでつぶやいていただいておりますが、その中からつぶやいた方の中から今から抽選します。抽選した中から1名様に、うん、この畑中雄大直筆の新曲の楽譜原版です、うん、はい、原版をプレゼントいたします。さあそれでは重田さん、抽選しちゃいましょうか、はい、抽選大丈夫抽選できる今したいけど、ちょっとしてるんですけどね、なんか出ない、んだけども、トラブルかまたこれトラブル発生でしょうか、大丈夫ですか、ちょっとこれあれですね、ゼロ出ちゃいますね、ゼロ出ちゃいますか、つぶやいてる人いない、そんなことないよ、今日はたくさんつぶやいてる人いましたよ、ね、あるんですけどね、あるけど出ない、ゼロってなっちゃうな、じゃあ分かった、じゃあはい分かりました、じゃあ今日はですよ、この中でつぶやいてる人いますね、いっぱいいますね、いっぱいいますね、畑中さんが、はい、パッと見てもうこの人って決めてください、はい、今日つぶやいた中ですか、はい、今日つぶやいた中何人かいますね、はい、したいできますか、はい、表示、あ、はい、ありますね、この中で、はい、あ、どうですか、いけます、あ、じゃあちょっと全然顔、あ、パソコン持ってきてこいと、パソコン持ってこいと、パソコン持ってこいと、あ、プロデューサー監督来たらどうすか、監督来ない、映んない、監督監督映んないの、この見ないしの、あ、ちなみにこの番組にこれ抜いたらまずいでしょ、あ、紐これはまずいですかね、動かせない、下を通って、あ、なんかすごいことになってます、大丈夫ですかこれ、この現場ゲストにも運ばしちゃった、ゲストに運ばして大丈夫ですか、あ、なんかいいんですか、紐ついてる、紐ついてる、はい、大変なことになっておりますよ、はい、これですね、紐大丈夫ですか、やっぱりですね、試験放送ですから、この抽選もやっておきたい、やっておきたいというこの監督の意向でございます、はい、今のちょうど画面上ね、ゲスト今おりませんが、はいはい、じゃあね、さあそしてこの監督はですね、このなんとお見返しでも監督をしました小野由依さんですよ、小野由依さん、実はですね、頑張ってます、下で、あ、下で頑張ってますね、下で頑張ってます、はい、どうしても映りたくないという映ればいいのに、イケメンですよ、ホロ先生もイケメンですよ、監督、いや、しかしね、まあ俺はね、はい、そうではない、俺はあくまで
ね、後ろから支えるんだというね、さすがですよ、監督根性です、うん、まあこういうね、粋な方ですから、うん、今机の下で机の下で今必死に作業しております。すごいですね。じゃあもうちょっと畑中さんにお話をお聞きしましょうかね。はい、最近ですよ、はい、作曲、一番最近作曲した曲というのはあるんですか？一番最近作曲した曲は、はいはい、あのこちらの国際ニューブリ芸術学院2部生のための曲でございますね、はい、あ、そういった方に捧げる曲もあるんですね、今回ついにですね、はい、まあ、去年の定期演奏会で、G サウンズという2部生の、はい、そのアンサンブル団体が初出場を果たしまして、はい、なるほどなるほど、で、まあ、今年の曲は決まってるんですけども、はい、まあ、1年じっくり時間をかけて来年の定演に出場するためのオリジナル曲が欲しいってのを、うん、あの今回書かせていただきました、はい、素晴らしい、はい、どんな曲なんですか？まあ、ちょっとお酒が入ってるぐらいの曲ですね、はい、お酒が入ってるぐらいの曲、はいはい、どんなぐらいですかね、演歌テイストともまたちょっと違うし、 あんまりそのなんだろう、やっぱり、子供向けの音楽とまたやっぱり G サウンズの味がありますから、それにぴったりくるような曲に仕上げました。素晴らしいですね、はい、もう本当に作る人によってね、うん、こう作曲の方法を変えるというか、そうですよね、音楽性を変える、これもしかしてあれですかね、例えば分かりませんよ、分かりませんけども、うん、なんかこう例えばバンドで演奏するような曲とか、なんかそういったのも作曲できたりするんですかね、バンドもやりますけども、あの実はあのヒップホップも書いたことがありまして、初めて知りました。とあるあの湘南ダンススタジオの方であのヒップホップの曲が欲しいということで、素晴らしいですね、まあ、それもそこの様子を見て、うん、あの曲を書く方がやりやすいですね、本当オールジャンですね、はい、何でもありですね、さあということで先ほどからね、はい、あの監督罰が出まして、はい、抽選できないということで、先ほどのですねあのやり方に変えましょう。畑中さん、先ほどの、はい、つぶやいていただいた方々の中からですよ、はい、インスピレーションで、はい、この人だというのですね、トゥインクルの中で誰が一番好きですかでお願いします。あ、そう、質問をされた方ですね、はい、ちなみにその方はお名前というか、どういう名前で出るんでしょうね、見れますか今ね、また監督が一生懸命見てます、監督は見てますけど監督は下の机の下で作業し、ゲストはそれを覗き込むというですね、這いつくばってやってる不思議な構図になってますよ、完全にすごいですね。あ、どうですか、見えますか、見えます、トゥインクルの中で誰が一番好きですか、はいはい、この質問をした B5565JP さんですね、まあ、当選しました、はい、あ、おめでとうございます、はい、ですね、ぜひあのこの番組ですね、こちらツイッターのこの番組のツイッターをですねフォローしてください、はい、フォローしていただいたらですね、フォローするとこちらがフォロー仕返します、そうしますと、当選された方の方からダイレクトメッセージが送信できるようになるんですね、そのダイレクトメッセージにてお名前と住所とお電話番号を記載して、こちらまで、メールをしてください、はい、そうしましたらこちらの方で発送いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ということで畑中さん本当に今日は ありがとうございました。なんかあのどんなのまたなんかまたね映んないから映んないからダメだよとかね、はい、ということでこんなキャラクターのね畑中雄大さんをゲストにお方をお伝えして楽しくお届けしまいました、ニコリTV、どうも、対局2日前でございます、はい、このついよ、ついですよ、2日後には6月9日ロックの日、開局を迎えます、はい、ぜひその開局の日ですね、さまざまなイベントを用意しておりますので、はい、ぜひこちらの方お楽しみになっていただきたいと思います。それではまた開局日6月9日にお会いしましょう。それではさようなら、さようなら。